おはようございます。おはよう。ののさんですね。ありがとう。はい、まるちゃんです。おはようございます。今日は朝ごはんまだ食べてない。おはよう。7時半からですよ。7時半。まだ33分前ですけど。だからライブリクエストすなって。つ ながってまうって。まだ許可出てないからね。むっちゃライブリクエストしてくるやん。ああ。バナナ食べた。あ、そっか。おはようございます。帯状疱疹出たん？お大事に、お大事にしてください。おはようございます。起こしてくれてありがとうございます。あ、そっか、まだベッドか。あ、今ドラマ見てるじゃん。ドラマ見ながらとか、こういう状況やんか。大丈夫？ドラマはちゃんとドラマでちゃんと見てくださいね。聞かざる声には理由があってね。次が7話か。6話どうでしたか？聞かざる声。すごくね、みんなの恋模様だったり、心が、そして旬の人生もこうだんだん明らかになってね、来ましたね。あ、7時だと思ったのに。ベッドの中、睡眠足りてるよ。睡眠足りてる。めっちゃ寝た。昨日は、10時とか11時とかにはもうベッドで寝ましたね。そしたら逆に4時ぐらいで目覚めちゃって、もったいないと思って。あ、6は良かったね。8月生まれが1位やって。1歳の娘が釘付けでまるちゃんのこと見てます。ああ、ありがとう。ねえ、だから長谷さんがどんな絵描いたのか気になりますよね。あ、まだ多分出てないよね、あれ絵ね。僕はすごく気に入って自分の携帯の中にも入ってるんですけど、思わずね、激写しました。 今更ジェラシーしてくれる人いるんですね。ありがとうございます。に、まあそっか、ワンパックじゃなかったね。ありがとうございます。まあ、アンアンの撮影も結構近かったりとかしてたのもあって、あれはね、実際はアンアンの撮影の1週間半後ぐらいかな、確かそれぐらいだったので、結構アンアンに向けて体を絞ったり、食事制限とかを最後の1週間ぐらいは結構して、それまで運動しながら、適度にタンパク質と糖質は、糖は蜂蜜を取ってました、中心に。よそ、他では取らないように添加物とかも抑えてとか控えてなしにして、なんかそんなのをアンアンまでやってたんですけど、そっから1週間半後ぐらいに、6話のシーンやったんやけど、だからその1週間半が逆にきつかったかな。なんかもうお仕事しながらって、いや、ついでにアンアンじゃないよ、全部ついでじゃないですよ。で、1週間半の間、まあ、緩めつつも、ちょっと背中中心に作っていったって感じかな。でも、ほんま言っても、要はそこが大事ではないですけど、まあ、物語見てて、その物語に邪魔にならないようなっていう意味合いですかね。なんか、いきなりそれ抜いて、ほちゃこさんやったら嫌じゃない？ せっかくあんな素敵なドラマなのに。ありがとうございます。
まあ、ストイックって言ってもメンバーとかにもよく言われるけど、もう極端すぎるから心配されますね。でも今回は半年ぐらいかけてやったので、でもやっぱその後の1週間は結構なんていうんですか、手たらくな、生活でしたけど、まあようやくまたジムも行き出しまして、まあでも今ほらね、結構緊急事態宣言また伸びたっていうのもあって、そういうのもどこまでが OK でどこまで控えていいのかっていうところなんですけど、まあ最低限の健康維持のための有用有給の運動として、まあ家にも流星君が勧めてくれたなんていうんですか、あれ懸垂マシンっていうかな、まあ、懸垂用のやつを設置してあるんで、まあ家でもできなくはないですけど、まあやりすぎず、まあ免疫をね、ワンパック恋しいか、まあほっといたらそのうちワンパックになりますよ。極力息吸って止めてるのかなと思ってごめんね息吸って止めてると思われてた。息吸って止めてあれぐらいやったら、だったらまだまあいい方やわな。ワンパックも好き、ほらそうやってね甘やかすからね、僕甘やかしたらすぐなるんですよ。まあ人のせいにすんだってな。だからライブリクエストすな、お腹見せて、まあ、今でもそんな別に普通やで。はい、お腹。これでもなんかあるよね絶対ルール、上半身なんか、YouTube が確かあれやな、その胸の先端見せたらあかんやな、確かなんか確かそういうのあるやんな。インスタライブもなんかあるんじゃない、そのコンプラ的なのが。今の体型維持してこれ大変やけどな、まあまあ極力は健康を保つという意味でそうね続けたいなとは思うけど、ストイックね、ストイックも行き過ぎたらあかんからね、みんなも気ぃつけてくださいね。細くなりたい細くなりたいとかつって、その拒食症とかになっちゃったり、やりすぎて過食症になっちゃったりとかあるから、健康面だけはね。だから今回のアンアンはその、まあ、筋膜リリースっていうことを中心に健康的な体、綺麗な体作りっていう特集だったりもするので、そちらの方もね家の中でのこの過ごし方の一つとして参考にしてみてはいかがかなと。多分今まで僕がアイドルを24年とか5年やってる中で一番綺麗な意識して作った体だったりもするので、見ていただければなと。で、まあ、もちろんその肌の露出だったりとかそういう部分もあるんですけど、服を着てもなんかそういう綺麗なボディラインっていうのが、もちろん洋服のしつらえのラインもあったりするんですけど、その服を通してでも見れる綺麗な体っていうのをちょっと目指したので、だからこれからのシーズンもジーンズに白シャツのみとかでもなんか様になるんじゃないかなと。結構だから薄着だとより体が際立つと思うんで、まだ今が6月に入る前だったりするんで、夏に向けていいかもしれないですね。あんまりそのどこまでさ総合施設とかそういうところに海に行けるか行けへんか分からんけど、まあちょっと散歩とかお出かけとかの時にこうパリッとね体が引き締まってれば、なんか綺麗な背姿っていうんですかね、肌ね、肌も極力気は使いました。
月に1回かな、2回、行けるときにちょろっとメンテナンスみたいなのはしてましたよ。今は別にそんなあれだけど、そう気持ちも違ってくるんで、そうメンタルとかもすごく安定します。でも無理するとその心のバランスがうまいこといかへんから、後からそのしわ寄せが来たりしますね。で極力、まあ、どこでも言われてるけど、あなんかメンタル的に良くないなとかって時は肩甲骨動かすとか、胸をねこうして開く。やっぱこうなるとどうしても気持ちもこう陰の方に入っちゃいがちなんで、あーなんか今日機嫌がうまいことなってくれないなって時をこうして胸を開くようにすると、まあ結構なんだろうな、胸をこう空の方に向けるというかね、うん、するとちょっとは気分も変わったりしますね。無理な時は無理ですけどね、無理な時はマジで、無理な時はマジで無理ですけどね。そう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 、参考までにね、まあ別にだってこれは何かを体の中に入れるわけではないからね、喉仏様ってどういうこと、筋肉とお話できるの、俺は筋肉とお話したことないな。おい俺の筋肉、おいおい。でもまあなんだろう、ちゃんと動かしたら体は応えてくれる、うん、それは本当に思った。上を向いて歩こう、上を向う、お2万いった、すごい、ありがとう。朝やのにどうだろう、みんな習慣づいてきたかな、7時半っていうのがね。まあでも これからその出勤しなきゃいけないっていうこともあるもんね。ちょっとね、無理はしてない、マラソンはしてないな、走ってないな、マラソン筋は。あ、きんに君の YouTube おすすめですか。キスシーンの後のほよ顔、あれほよ顔っていうの、あれ全然わからんけど、仕事な、ありがとう。あ、したくね、いってらっしゃい。ズメマルさん、あ、仕事いってらっしゃい。あ、まだ横丁のアイコンやな、横丁好きなのかな、小太郎一人暮らしもう見てくださいね。小太郎よかったね、先週も、あ、今週か、それ土曜日やからもう次の週の気持ちだった。あ、ん？あ、今日か、今日か、気になる。先週もやばかったよな、先週のことは。マミヤさんが出てきたやな、マミヤさんが出てきて、で一緒に強くなろうっていうくだりね、やばかったですね。ちゃんと涙もあり、最後には笑わせてくれて、だから今週はね、またさらに家庭のことに切り込んでいくのかな、楽しみです。ゴジラ見ますか。ゴジラな、すごいよなあれ。キングギドラとか知ってる？あっちじゃないよ、ヒップホップじゃないよ。ヒップホップのキングギドラもかっこいいけど。あ、お父さん誕生日ね、おめでとうってお伝えください。髪の毛色落ちしてる？そうか、色落ちはしてもいいけど片落ちは嫌やで。あ、1万人増え、いや1000人増えまして、ありがとうございます。仕事行ってらっしゃい。
あ、来週はそう、怒るはるちゃん楽しみってね。怒ってたね、はるちゃん。どうしたんやろうね。何時、結局4時に起きたけど、もう一回寝て二度寝して5時過ぎぐらいには目覚めましたね。あと、朝団中の上野さん出てたね。なんかいろいろクレームというか、いろんなご意見をこう、聞く。あれの番組面白いよね。で、上野さんが、ね、食いしん坊についてのお話されてて、まあ朝から上野さんにメールしました。上野さん発見っつって。あ、ちょっと残念だね。野音が、ね、野音が、配信になっちゃったね。でも、すごく豪華で、音楽をやっぱああやって亀田さんともどもつその届けるっていうのをされてるのはすごく素敵だなと思って、僕も見れたら見たいなと思って。横浜流星君かっこいい、かっこいいです。僕も好きです。こうじまるちゃん懐いてる。今からパン焼くの？パン焼くの？山形弁分かりません。おはよう。朝からいいもん、あ、昨日のね、夜食をジャニーズウェブに載っけるよ、今日。12時に更新されるからね、そちらもチェックしてみてね。夜食。あ、ベタ焼きな？ベタ焼き作るん？僕、正直京都出身で、京都がベタ焼きっていうの知らなかったです。もう、京都にも、練り込み？いわゆる練り込みやな。お好み焼きあるから、俺、ベタ焼き知らんかってんの。生まれて初めてベタ焼き作った。春ハセね。春ハセって言ってんねん、みんな。味噌煮込みうどんな、あそこのうまいんよね。あ、ブリュレ、そうだ。一人にしないよ、もう、発売しますね。特典がすごく、今回、特に優秀なことになっておりますので。夜食は言っても、でもまあ、お酒は控えたけど、昨日は。一緒にご飯食べたい。クリームシチュー姉妹ね、かわいいよな。I need you ってね。みんなでね、クリームシチュー、だから横山くんと大倉くんが中心に、なって、あれ考えたというか、クリームシチューは夏場で忘れてへんかっていうことから発生したプロジェクトなんで。ああ、もう諦める。お誕生日おめでとう。誕生日なのね。ごめんね、気づかなくて。ちゃぶ台返しあったね。誕生日の人おめでとう。鼻の中に出来物ができていたい。あるよな。俺もたまーに起きて、あれ？いてて、何これってやつあるよな。まるちゃん歌っていいよ。何の歌がいい？何の歌歌ってほしい？オリジナルで歌うよ。ええ加減にせえよ。ああ、ええ加減にせえよな。眠かないよ。一人にしないよ、いい曲やね。横丁の歌はいつも食べ物やって。確かに、みかんもそうやし、プリンもそうやし。あ、クルトンもそうやね。あ、ほんまやわ。お寿司。お寿司の歌ね。オッケー。お寿司は握るだけじゃありません。1000円握り寿司。いかがでしょう。宇宙に行ったら今歌ってくれってどういうこと。チョコレートもそうやな、ほんまや。おはよう、今起きた。お、結構やっぱこの時間になってくると、あれか、パンパンだね。パンパンだーって。ボーイズビームもなんか踊ってくれたね。丸みを帯びた U 字の水槽、丸みの M って
蓋をした、そこにたまった小さな山、黒丸、あれちょんちょんやったっけ、娘が起きた、おはよう、あい、懐かしい、二人で、あの 5S の時のやつね、寄り添って耳を澄ました、あの胸の高鳴りはって、懐かしいね、よく知ってんね、あれだよね、確か僕一人で一回だけ歌ってんねん、あのゲストで、NHK の有事の水槽、確かにな、京都の水族館に有事の水槽があるっていうので、なんかトレンド入りしたんだよね、そうそう、今日のこれ、あ、2.4 万人ありがとう、すごいね、これ 2.5 万人いったらもう一回リハして帰ってこようかな、 2.5 万人いったらね、行かへんかったらやらへんで、キックね、懐かしい、この時間に 2.5 万人ってすごいありがたいよね、友人の水槽はそんな言っても、あれはだってたまたま京都の水槽やったから、京都の水槽じゃ京都の水族館のあのやつやったからな、ロンドンから見てんの、ありがとう、ゆかさんありがとう、ロンドン今何時なんだろうね、タララーン、魚魚って懐かしいな、あ、それ歌に入んの、そしたらサクサキブは作詞なのかな、英検2級受けてんの大変やね、あ、呼ばれた、呼ばれちゃいました、友人の水槽 2.5 声、あーどうだろうね、で20分になったら、あ、2.5 いった、やばい、じゃあ後で帰ってきます、じゃあねー。